はい、どうも、リッチです。さあ、今回もレジェンド・オブ・キーパーズ、続きやっていきます。さあ、前回ね、まあ、この毒っていうのが継続で効いてるのと、新加入選手ね、マルファスの大活躍によって、まあ、ボスの部屋まで行かれることなく、なんとか勝ち続いてますね。まあ、こいつの技が中衛、真ん中にしか効かないので、ちょっと真ん中に非耐性があるやつが来ると、途端に弱くなっちゃうから、ちょっと違う技を一個覚えてほしい。で、今回今悩んでるんですけど、ちょっと、罠の強化行ってみようかな。見てみよう。これこれこれ。おお、58ダメージいいですね。あげます。あー、力曲げればよかったかな。セミナー。聖域。聖域がこれなんだよね。ちょっと更新するか。何かしらデバフをかけれるだろうと。お、被ダメージが増える。耐性が下がる。30週間。被ダメージ増えるエグいな。こっちにしよっか。耐性もいいですけどね。わ、どうし、いや、これはよりその耐性低いやつを狙ってるんで、今は。その恩恵をもっと増やそう。で、ここでね、いいの来るか分かりませんが、集中訓練いきます。足んないし、別にいいし。オッケー、どうしよう。今回じゃあ、ベテランかな。氷の洞窟がめちゃくちゃ有利というか、やりやすいんで、ここをとりあえず狙ってやってますね。出た、バーサーカー、我らが宿敵。しかも入れ替えられますよ。めちゃくちゃになるな。全員は自然と物理が望ましいが破壊されると。ちょっとこれ後にしようかったな。初手でこいつらきついって。ちょっと下げてさ、なんかしてからってやつでしょ。真ん中非耐性あるしな。前に誰が来たらいいんだこれ。アーマーがあって、まあ、こいつか。まあ、真ん中に置いとくか。誰が今回核になるんだこれは。こいつか。前に出しとくか。いや、殺されそう、こいつら。前に行きます。こいつのアーマーが硬いんで、まあこれかな。アーマー破壊ですかね。まあ他もアーマーないし、一番ダメージ与えれるだろうと。もう部屋にちょっと集中しようかな。部屋1捨てるみたいなのもありかもしんない。こういう敵であれば。まあ彼ですかね。前に対して風トゥルーダメージか。ここでまさかのハーピーちょっと心配ですけども、ここも読めないって。こんなとこまでね、いろいろありますからね、途中で。どうしようかな。まあこいつ生きてると仮定した上で毒でいいんじゃないの。ほんと出血でやるのが一番いいんですよ。だから来ないと仮定してやったんで今ね。もう来たら、もう今な、失策ですよ。あー、ちょっと違うんだよな。そうじゃないんですよね。やったね。こいつよりか絶対こっちの方が受けれるんで。非耐性で言うと彼を。まあスローもつくしね。狙っとくか。めっちゃくちゃ食らうな。まあ増えてるから。これさ、死なないか、それ来るまでに。オッケーオッケー。この位置痛いね。多分できないか。いや、スローマジでだるいな。めっちゃ回復してるし。ここでの、ここでのやつ何も意味ないでしょ。だって、消えるんじゃないのこれ来るまで。このトラップダメージ増やすか。いや、これは初手にあるべきでしょう。
死なないよな。死んで、これでいいかな。やっとくか。回復すると思うんだけど。あれ一回だけか。いやちょっとまあ殺せるからいいけど、いやでも上がるよね。 せめて先に動かして OK。 15、君は67。うん、殺そう殺そう。もうあれは信じない生きてるんだけど。 OK、よし、まあ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 。ひだめじ6。やけどをつけれるんだね。もういらないかな。ちょっと、やばそうなやつが多いな。部屋2にするか、さっきの恩恵得るなら部屋2にやっといた方がいいとして。これは、これはやばいぞ。チームが壊滅してないか。いけたらいいなと。商人で何か買いますか。まあ、部下少ないし。いや弱いって。買い、新しく1回だけしよう。お、氷ですね。当初行き精進か。もう1回だけ。いやーこいつ買っとくかしょ。こいつね。オッケーオッケーオッケー。まあ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 。弱体か風耐性の。ああ、なるほど。ハーピーと風のエレメンタルくらいか。言っていないようなもんですか？略奪かな？お、トラップいいですね。まあ、モンスター解放いきます。レーネス来い。ああ、いなかったか。無情ですね。以上、これ全員3体、4体いる、4体いる、ここに。で、彼も実質前衛にはなりきれないか。入れ替えます、ここで。はい、後ろにいるからいいか。体制的に物理系のやつがいってほしいよね。ってことは、彼かな。50は行きましたけど。お、チャンピオンあるね。買おう、買おう。トレーニングってことはもうフルメンバーでいけるか。アーマーアップ多いんじゃない。もうちょっと欲しかったね。そう、最終戦っぽいですよこれ。ちょっとこれはもうフルメンバーでいこう。部屋2にかけるか。部屋2にかけよう。部屋1捨てかな。しかも普通のやつっぽいですよね。途中何もないだろうと。罠後に行くとして、まあ、大幅入れ替えですよ。エレメンタルレベル1だったんだ、ずっと。イエティでこうかな。ナーガをうまく使える気はしないんで変えときましょうか。これパッシブ戦闘開始時全てのモサ結構、あ、バーサーカーの大幅に劣化したやつか。あれ、バーサーカーも強くてバフですからね。こいつは本体がめちゃくちゃ弱いんで。まあ、強化すればってことか。この犬、案外成長性あるんじゃないかな。行きましょうか。大丈夫だよね。いや、こいつ、単独で置いてもしょうがない気がするな。前衛いますから、ちょっと、イエティと変えるか。ここ、2コンビ、が強いんですよね。
で、効果力は一応いるんで、炎チームはいけていると。まあ、彼もいると。これ伸ばすか。ここ入れ替えます。うまく出せたらいいな。よし。何？ああ、確認ね。いいよいいよ。じゃあ、よかったじゃん。あんなやる前にね、しなくても。さあ。おー、なんだこいつ。ネクロマンサー。え？復活するじゃん、絶対。他見ましょう、まずね。あ、月光受けてるモンスターへのダメージが減る。よし、いないいないいない、そんなやついない。まあ、風系統だね。公園は風氷なんで死ぬね。まず死ぬだろうと。あ、これ部屋1でよかったな。この運ね。しかも部屋2の方が何にもないんだけど、これ。そうか。で、ネクロマンサーはパッシブ。毎ターン開始時に死んだヒーローをスケルトンオリアとしては蘇らせる。だから中衛殺せと。おこれはいけるな。HP455 とな、いや、高っ。全体的に高いね。で、死去を死なうとき1個得ると。死去を死なせない。で、耐性としては、自然と火に弱い。全体的に火には弱いと。何にしよっかな、じゃあ。まあ、これでいいか。罠だって最後ですもんね。最後、出血で。ボス技にすると思うんで、うん、あ、毒効いたか、しまったな。まあいいか。真ん中を殺す手段ね。彼の貫通毒矢を放ちまくる。エリアダメージもしょぼいですから、待ってね。前衛95、前衛が耐えるのが一番いいか。95。死ぬな。多分、後衛一旦で削られきると思うんですよね。氷、風でしょ？なかなかいないから、その熱は。まあ、強いて言うならこいつか。待って待って。氷、あ、両方食らうね。やっぱそんなやついないか。氷と風はいないね。これが多分耐える予想かな。まあ一番マシだろうと。でここ大事ですね。まず真ん中殺すキャラを置き、さっきの誰が死ぬかってなると、いや、真ん中狙いだけでいいよね。あんま読めないか。まあ、後衛の方が多分生き残ると思うんで、前衛にダメージ与えるずつ、こいつ前出してもいいな。こいつ前出そう。この2人が後ろからこ殺してくるんで、これなら一番中衛狙いやすいだろうと。氷風いる？あ、イエティ使えるじゃん君。もうちょっと強化するべきだったね。まあ出血で彼の力上げると、こいつの部屋まで行ったら一旦で死にますね。それだけは避けたい。さあ、コウモリの群れ、出血物理ダメージ、カブリの村式、これは違うかな。お、火だね。火ですね。耐性も下がるし。うわー、いいね。これ余裕じゃね。あ、いたいたいた。いや、やば、強すぎでしょ。貫通。焼き尽くせー。アーマー現象、ああ。そっちに乗っちゃったか。正直、
どうでもいいね。この辺は。蘇るんでしょ、だって。耐えて、あー。耐えて欲しかった。オッケー。全然効かない。いや、めっちゃ削れてるんだけど。いけたな、これ。めちゃくちゃいいです。まあ、死にましたけど。あー、死んでた方が良かったね。これか、ターン開始で死ぬね。月光つけてもいいよね。こいつだけが月光に対するやつを持ってるんで。うん。開始死ぬよね、本当に。大丈夫かな。4。あ、てか、普通にいけるね。1体ですか？死んだヒーローを蘇らせるだから、全体っぽいよな。ボン。動くね。なんで動くの？それだけでいいじゃん。行動したようなもんでしょう。スローしておきますか。先に炎、よし、来た、終わりだ。ドン。なんか狙いが変わっちゃってるんだ。火柱、アイスタイム、炎、オッケー。お、出た君。久々じゃん。弱かったよね。あんまりね、言うのあれですけど。やっぱ1個のね、強みがあるやつが一番いいです。ランダムボーナスを得る。へぇ。各戦闘の開始、あ、各戦闘って書いてない限りは、あれかな、1個目の戦闘しか含まないのかな。敵の回復も1回しか発動しないんで、多分そういうことだよね。別にこいついらないでしょ、これかな。あんまり全体を攻撃してどうこうっていうの好きじゃないんでね。いい仕事ぶりです。昇進のお話がありますよ。あ、昇進なんだ。英語じゃん。翻訳してよ、この辺も。追加のモンスタールームですか、ダンジョンに。へえ。左が、ダメージ 30% 上減少の効果をつけるんですか？これ、火ダメージが増える。スピードが下がる。ああ、いいね。スロー1っていうのは1ターンですか？っぽいな。まあ、最初のターンだけ遅い的なことですかね。余ダメージが減った方がいいんじゃないですか？であれば。お、昇進してる。あ、これがここにつくんだ。へえ。では、今回これにしますか。え、これどうなんだろう。どういう2周目？なんか敵強くなってる2周目かな。そこも気になりますけどね。ここでもし行って死んだらね、めちゃくちゃあれなので。次回死んだら死のうか。でもこれでね、多分めっちゃレベル上がると思うんで、新キャラも来るんじゃないかな。10レベルいったら来るんですもんね。で、前回を超えて50周は超えてるんで、来た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 、昇進もしましたね。なんか、暗いとか聞いてないんですけど、何ですかね、地位としては。バイトから上がったかな、まず。正社員、まだまだ契約くらいですか。まあいいや。とりあえず、まあいいね、キャラが、まあ一体手に入ったのはでかかったですね。まあ炎がそれによって、息を吹き返したというか、炎キャラだけめっちゃ強いっていうね。で、まあ、万能のエレメンタル系もちょっとレベル上げてあげたいな。こいつ絶対強いと思うんですよ、あげたら。多分このゲーム一つレベル5っていうところで大幅な強化が入ると思うんで、そこが近いスケルトンとかも上げよっかな。こいつも出すか。まあ、こんな感じですかね。で、部屋2で倒すかどうかもちょっと考えたいね。だ、部屋1で削り切ってるんで、めちゃくちゃ余裕でしたよね。部屋1全座にしますか。やっぱ勢い乗られちゃうんでね、部屋1で。この強いやつが死ぬと。それを避けつつ、なんか、いやらしいキャラでいく。部屋1でこういう、まあ、ダメージ系の効果をつけると、部屋ごとに1ずつ食らっていくんで、
そうだね。まあ、だこいつがその追加スタックを与えつつ毒を放ってみたいな。そういうのでいきますか。だからちょっとこいつあげるか、アーチャー。その耐性として自然と風があるので結構いいんですよね。HP さえあればってとこなんで、もしかしたらあげれば100超えると思うんで、超えるかな。超えてほしいですけどね。ちょっと2周目でさらなる強化を挟んでいきたい。まあ、このマルファスもレベル1を上げたいし、まあ、ちょっとキャラ売ってだね、考えていきましょう。